はいどうもこんにちは、よろしくお願いします。やっとねやってきましたね、活躍選手予想の交流戦ということで、活躍選手予想といえばね、そうリスですね。ということで今回もね予想していきたいと思うんですけど、まずね初日の予想なんで注意点とかね、投手選ぶ際の注意点、野手選ぶ際の注意点等をね簡単にね説明したいと思います。でまずね今回の大会の一番の注意点、天気ですね。天気がね、まあ梅雨に入るのもあるんで、屋外のね球場の選手を選ぶときはね、あの天気をねよく注意して選んでみてください。で今回ね、まず1周目中継ぎ抑え選ぶ人はね、ちょっと屋外の球場の試合が多い方はまあちょっとね選ばない方がいいんじゃないかなと僕は思ってます。で今からね予想の方をあの発表していくんですけど、僕はね中継ぎ抑えに関しては6試合すべてドームで、試合ができるチームの選手を選んでます。その辺ね、皆さんもねよく注意してね選んでみてください。はい、じゃあね先発を選ぶポイントをね説明していきたいと思います。一番のねポイントはやっぱりね勝利投手にねなれる確率が高いということで、そのチームのねチーム状況とか対戦投手ですね、で対戦チームもね踏まえて考えるとまあいいと思います。で二つ目はね、長いイニングを投げている投手、完投とかね、完封とかできればね、一番いいですね。で最後がね、三振率が高い、三振取るとね、ポイントがもらえるんで、三振率がね、高い投手を選ぶとポイントが稼げると思います。じゃあね、次はね、中継ぎ抑えを選ぶポイントなんですけど、一番がね、やっぱりね、登板機会がね、多いこと。で抑えとかだとね、特にね。勝ってる試合じゃないとなかなか投げないんで、まあ、チーム状況とかもね、考えて選ぶといいと思います。で、あとはね、防御率が低い。あとはまあ、さっきと一緒なんですけど、三振が取れる投手。っていうところをね、踏まえて選ぶといいと思います。じゃあね、まず投手から、発表していきたいと思います。はい、僕がね、選んだ投手がこちらになります。一人目がね、山本由伸投手。山本さんね、ちょっと登録抹消されてたんですけど、5月30のね、カープ戦に投げるということで、対戦投手がね、大瀬良さん。で、大瀬良さんはね、いいんですけど、カープ自体がね、ちょっと今得点がね、なかなか取れてないんで、まあそういう面でね、選びました。で、二人目がね、山下俊平太さん。水曜日に投げる予定だと思うんだけど、対戦投手がね、栗さん、カープのね。で、カープの栗さんもね、すごい今、すごい調子が良くてね、投手戦になると思うんだけど、まあね、ここもちょっとカープ打線がね、ちょっと今、得点がね、取れないということで選びました。で、3人目がね、ソフトバンクの大関さん。対戦チームがね、中日で、福谷さんがね、先発予定だと思うんだけど、まあ中日ね、今セリーグでね、ドベなんでね、まあ、勝てるね、可能性が高いんじゃないかということで、大関さん、選びました。で、次が加藤さん。で、加藤さんもね、パリーグで一番イニング数をね、投げてる投手なんですけど、対戦相手がね、ヤクルトのサイスニードさん。で、ヤクルトもね、今ちょっと調子悪いんでね、まあ、勝てるね、確率が高いんじゃないかなということで選びました。で、次がね、早川さん。で、対戦チームがね、DeNA の平さん。ということで、早川さんね、今防御率がね、ものすごいいいんでね、横浜打線ね、結構強いんですけど、まあね、どうにか抑えてくれるんじゃないかなという予想ですね。で、阪神のね、村上さん。で、阪神の村上さんね、今、すごいね、調子が良くて、まあ、もともとね、2軍で、ここ2年ぐらいかな、無双されてたんですけど、1軍に上がってもね、無双が続いてるっていうことで、対戦相手がね、西武。で、対戦投手がね、隅田さんか今井さんかちょっとよくわかんないんですけど、今ね、阪神めちゃくちゃ強いんでね、勝てる見込みがね、高いんじゃないかなと思ってます。で、先発がね、6人ですね。この6人で行きたいと思います。で、中継ぎ抑えがね、3名選びました。で、先ほど言った通りね、中日、日ハム、オリックスのね、ドーム6連戦のチームから選んでます。で、中日がね、マルティネス。で、マルティネスさんね、めちゃくちゃいい投手で、出たらね、ほぼほぼ抑えるんですけど、中日がね、さっき言ったみたいにセリーグでね、ドベなんで、登板機会がね、あるかどうかってとこがね、ちょっとね、懸念材料ではあるんですけど、まあね、2、3試合出てね、抑えてくれたらいいと思います。で、最後はね、オリックスの山崎
総一郎さん。で、オリックスね、調子いいんですけど、今ね、宇田川さんと平野さん、セットアッパーと抑えがね、ちょっと登録抹消してて、山崎さんがね、フル回転してくれるんじゃないかなという予想でね、入れてます。ということで次はね、野手ですね。はい、ということでね、野手なんですけど、ちょっとね、今日初日予想ってことで、ここまでね、かなり時間かかってるんで、ちょっとね、簡単に野手の方はね、説明していこうと思います。で、対戦投手でね、西武の與座投手がね、ちょっと今年ね、左打者によく打たれてるんで、阪神のね、左打者をね、多めに入れてます。あとは、日ハムのね、上原さん、もうちょっとね、今年あまり調子がよろしくないんで、中村捕手とね、ヤクルトの、村上さんをね、入れてます。あとはね、柳田さん、ね、対戦投手がね、中日の福谷さんなんですけど、福谷さんも今年ね、左打者に結構打たれてるんで、柳田さんを入れました。あとはね、巨人の選手もね、結構入れたいんですけど、雨もね、ちょっと不安なんで、今回はね、秋広さんだけ、レフトね、秋広さんが今ね、かなり絶好調なんで入れました。あとはね、岡本さんも入れたかったんですけど、ちょっとね、今回は入れるところがなかったですね。あと、牧さんですね。牧さん、セカンドで、やっぱりね、ホームランがあるっていうことでね、ちょっと今回はね、ホームランのポイントを狙ってね、入れました。っていう感じでね、今回野手の方はね、選んでみました。セリーグのチームがね、DH でどのようにね、ちょっと守備位置が変わるのかっていうのがね、ちょっと予想できないんですけど、まあね、ちょっと今回はね、これでやっていきたいと思います。まあ3週間ね、ちょっと毎日ね、予想していくんでね、皆さんもね、コメントをどんどんね、くれてね、みんなでね、盛り上がっていけたらね、嬉しいと思います。じゃあ今日はこれで終わります。さよなら。